最初使うツールとしては、このあたりがいいんじゃないかなって思うんですけど、どっちがいいですかってなった時に、どうやってその競合の弱いキーワードを見つけるかっていうと、でこれがすごい重要で、どんな感じでやるかっていうと、見つかったらその瞬間に AI ツールでも記事を作りまくるんですね。最初やるのは自分のリサーチだけ、もうそしたら全自動の収益サイトを伸ばしていけるじゃないですか。ここすごい重要な場所なので、月数万とか、うまくいけば多分数十万とかっていう収益全然作れると思うんですね。じゃあ自動でどうやって収益サイトを作るかっていうと、最初使うツールとしては、このオートブロギング AI っていうツール、もしくは日本語希望だったらキャッチーっていうサービス、このあたりがいいんじゃないかなって思うんですけど、オートブロギング AI は英語のツールですね。で、キャッチーっていうのは基本的に日本語対応のツールなんですけど、どっちがいいですかってなった時に、基本的には両方使ってみて、質の高いものとか自分がやりたい内容によりマッチしてるもの、それを探すのがいいと思います。とはいえなんですけど、もうこのキャッチーっていうサービスとか、そのオートブロギング AI みたいなツール、基本的に裏側で使われているアルゴリズムってほとんど一緒なはずなんですね。裏側で動いているシステムっていうのは大きく分けて3つぐらいしかないんですよ。だから大手3社があるんですね。で、その大手3社っていうのが土台の部分を作っていて、その土台が出来上がったから、だからその上にオートブロギング AI っていうツールだったりとか、キャッチーっていうツールとか、その他に最近 AI のツールめちゃくちゃ出てきてるんですね。そんな感じでベースは3つしかないので、いろんなツールがあっても実は中身はそんな変わらなかったりする。で、かつ最近の AI って自動翻訳ツールとかもかなりの割合でついているので、海外のツールだったとしても日本語で使える場合が全然多いんですね。その上で AI で記事を生成しますと。記事生成した上でどんな感じでやるかっていうと、手順を3つ説明します。で、まず手順の1として、競合の弱いキーワードっていうのを見つけるんですね。で、これがすごい重要で、どうやってその競合の弱いキーワードを見つけるかっていうと、僕の過去記事で紹介しているので、気になる方はそちらをご覧ください。要するに言葉だけ説明してしまうと、検索ボリュームがある程度高い、僕の中の基準として月間1000件以上の検索キーワードがあるキーワードに対して、かつ、競合がどれぐらい強いかっていうのをツール使うことでデータで全部見れるんですね。だから検索ボリュームがこれぐらいあります、その上で競合がこれぐらい多いですみたいな、それで検索ボリュームが多いけど競合があんまいないキーワードっていうのをなるべく探していくんですね。続いて AI ツールで記事を自動生成するんですね。狙い目のキーワードっていうのをまず手順の1で見つけますと、見つかったらその瞬間に AI ツールでも記事を作りまくるんですね。その上でキーワードの順位チェックツールとかを使って、その記事の順位をこう観察していくんですね。20位とか30位ぐらいにランクインしていったら、その記事だけをリライトしていくと思います。そのやり方をすることによって AI ツールをこうより効率的に使えるというか、大量生産するだけだとやっぱり質のいい記事ってまだ作れないと思うんですね。もうちょい時間かかるというか。でもプラスアルファでリライトって追加することによって、より効率的にできると、そんな感じですね。ここすごい重要な場所なので、もう一回ちょっと振り返って説明しますね。手順がまず3つありますと。で、手順の1つ目としては、まず競合の弱いキーワードを見つける。具体的には検索ボリュームが1000回以上、月間1000回以上検索されますと。で、競合性っていうデータを見ることができるので、その競合がどれぐらいいるか、それがなるべく少ないものを探していくと。これをもう大量に探していくんですね、まず。で、大量に見つかったら手順の2に進みます。手順の2っていうのは AI ツールでそのキーワードっていうのを入れながら記事をガンガン量産していきますと。そうすると、例えば100記事、200記事、300記事ってバーンって記事作れるじゃないですか。で、その記事を1つのサイトにボンってアップしちゃうんですね。で、アップして検索のキーワードの順位を見ていくと。で、順位を見ていって、伸びてきたなみたいな、そしたらそこをリライトする。別に自分でリライトしなくても、そこだけランサーズで外注すればいいじゃないですか。最初やるのは自分のリサーチだけ、リサーチをして AI に書かせて、ウェブライターに外注してリライトしてもらう。もうそしたら全自動の収益サイトを伸ばしていけるじゃないですか。これ実際に大量に記事作っていけば、全然多分月数万とか、うまくいけば多分数十万とかっていう収益全然作れると思うんですね。そのいわゆるプロンプトのテクニックっていうふうに言われたりするんですけど、AI に命令を出すときにプロンプトって言い方をするんですよ。で、そのプロンプトの書き方によって AI の出力内容、AI のアウトプット内容っていうのはめちゃくちゃ変わってくるんですね。で、そういうのって AI を本当に使ってる人じゃないと今って分かってないじゃないですか。そのあたりを含めて動いておくのはすごい面白いんじゃないかなと思います。もしなんかやる方がいたら、やった内容とか、例えば僕のツイッターでリプライするみたいな、そういうのしていただけたら、僕自身を読んでみたいので、ぜひそんな感じで報告していただけると、もし内容が良かったら僕も全然取り上げますし、場合によっては全然フィードバックとかも可能なので、そんな感じが面白いんじゃないかなと思います。そんな感じですね。